あの、なんか随分初めの頃に比べたらね、アフタータッチで弾くのがうまくなったなっていう感じがします。うん、こういうあたりとかね。もう本当にヘンシェルを使わない弾き方がとってもね、上手になってて、その打鍵のイニシャル気味で弾くときとアフター気味で弾くときの和面の転換っていうか、それがうまくいってるような気がするから、前よりもなんかこう、うん、なんかいろんな場面が、その楽器に合ったタッチっていうのかな、うんうん、聞こえてくるから、こういうオケとか弾くときはね、うん、大事だけど、よくなってるなと思いました。嬉しい。みたいな感じで弾くときに、ちょっとなんかのんびりしちゃうと、もう遅くなるから、うん、そのテンポと歌うっていうのは関係ないから、うん、このテンポの中で歌うっていう時にどういう風に弾くかっていう風に考えていかないと、どんどんテンポが遅くなる傾向があるかもしれないので、そこちょっと気をつけてください。このタッ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 っていう形がずっと連続してだんだん音域が上がっていくっていう形になってるから、これは後ろに行くほど緊張感が高まるというような形になってるのと思うから、あんまりこうタッ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 ってなんかこうのんびりしてるっていう感じじゃなくて、ちょっとあの緊張感があるとか、何も書いてないけど後ろに行くほどちょっとタッチ強くしていった方がいいかなっていう感じがします。あんまりここの8分部と同じ感じで弾くと、ここがなんかすごい空いてるっていうか、なんかなんかなるほどね、開くからちょっと長めにしといて、あ、そう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 、いいかもしれないから、なんかあまりいい部じゃないかもしれない、送ってしまうかもしれない。入ったね、ハーブだね。ちょっと書いてもいいですか？え、いいよ。はい、ペン書いていいですか？いいよ。ちょっと待って、どこだっけ、多分次今
また1、3になって1、3? あ、2分の4急に数学部ここなんかブレスなかったからここねソーファーファーで1個でレドシシで1個でソミっていう風になんか音域が上がっていくっていうので盛り上がるとこなのでここでまあ同じ形だし、うんうん、盛り上がるように一つ一つだからホップステップじゃん感じでいったらいいかなと島次郎みたいそうそうそう島次郎そうなんかそういう音同じ形で音域が上がっていくという、ね、これもまるっきり同じ形だから、うん、だから同じことが2回あった時に同じようには弾かないという、まあ、音楽のセオリーがあると思うんだけど、うんまあ、音域が上がってる時は分かりやすくそっちの方が盛り上がってるって思ってもらってでそれでもう1個ソーミーってもう1個上がって音符の数が多くなるみたいな感じになっているのでそっちはちょっと盛り上がるみたいな感じあとフレーズが1小節1小節2小節になるから、うんうん、そっちはちょっと上がるって感じはあると思うの でそれで場面が締めくくりみたいな感じで、うん、一旦そこで1場面終わりみたいな感じで、うん、ここの場面はイニシャルタッチはつけないで弾いてほしいかな、うん、ホルンってね結構楽器の中で吹き方によって音色が変わる楽器なので、うん、で優しく吹くとポー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 ってなるけど、強く吹くとパーンみたいなあのなんとかゾウさんみたいなドーレードみたいなドーレそう時パーンと言うじゃん。アランホルンってパーンって言ってすごい強いじゃない。うん、でもなんか優しい時はポーポーポーとかさ、その吹き方によって、まあ、もちろん音量は変わるんだけど、音色とかなんか音の雰囲気がすごい変わる楽器で、もう金管楽器がもう一番絶対難しいよねっていう楽器なのね。うん、で役割としてもいろんな役割が与えられるんだけど、ここはだからすごくなんか優しい音とか細い音とかそういうイメージで弾いた方がいいから、あまり強くパワーパワーってしないんだよ。指を下ろすだけのタッチみたいなのでやってみて。あそうでまた動音の時短くならない。パワーパワーってパワーパワーパワーってしない。パワーパワー。そう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 。踏んでなかったかも。あ、本当？気がついてなかった。あのここなんか最後までなんか苦戦してたところ、うん、私今さっき気づいてあれです。あったもん。ファーファーって入れる？あ、うん、ファーファー。うん、うん、ちょっとね、鳴らしてみるね。ファーファー、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 じゃあ。あ、いいな。確かに重厚な感じがするね。確かに確かに。あ、そうそう。ちょっと入り方もちょっと一回もう一回いける？三、あ、じゃあ三入りね。三、はい。あ、うんファファ、うんファファ、うんファファみたいな感じ。で、うんじゃなくてこう繋がってるけどね。うんファファ、ファファ、ファファみたいな。はい。単調っぽいしさ、ね、うん、そうと、うん、で単調からここで蝶々に行くみたいな変化がきっとあると思うから、ちょっと心細い感じっていうか、うん、だからそのポポーポポーな感じで吹いた方がホルンはね合うと思うので、でここでバッて変わる感じがいいよね。うんうん、もうちょっと
そうこれね、そうクワイア以外は全部なんかやっぱホルンとかこれ金管とストリング、うん、あストリングスかだから、うん、なんかもうちょっと切ってもいい気がする。うんなんか前に行くっていうイメージが多分タラ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 っていう感じで、うん、結構差をつけた方が、うん、こっちはこっちすごい抜くみたいな感じで弾くとちょっと前に繰り出していく感じがすると思うから、うん、でも、もともとうまく弾けてるからありがとうございます。その楽器に合わせたタッチとか、うん、ね、なんかその本当のその楽器だったらこういう音が鳴るよねみたいなイメージとか、うん、オケ想定っていう感じで考えた時になんかその楽器ってこういう感じで鳴ってるよねとか、うんうん、とか場面の違いとかそういうものとかが本当はすごい長い曲だからなんか場面転換がしてると思うから、うん、そういうのをなんか感じながら弾くとよりなんかあんまり一本調子じゃなくて、うん、その場面の差がよりあの前よりもね良くなってるけどより出るんじゃないかなって思うから、うんうんうん、結構盛りだくさんの要素があるんですね。やっぱ高校のところっていう感じで弾いてもらうといいかなと思います。頑張る。うん。頑張ってクリスマスまで。頑張ります。大丈夫だと思うけどね。負けあると思うけど。なんか聞きたい12月に。本当ですか。うん、頑張る、うん。ありがとうございます。そう、でもこれ本当弾いてて楽しいんですよね。うん。なんか家にトーマスの時来たみたいな、なんかゴージャスすぎ。